ジュスト・ドゥブは2002年から毎年フランス・パリで行われている 2ON2 で勝負を決めるストリートダンスの世界大会である。大会名はフランス語でジュストイコールまさにドゥブイコール立っているの意味。要するに基本的に床を使わないストリートダンススタイル全般を指している。スタンディングストリートダンスの世界大会として有名で、 ブレイキン以外のストリートダンス四大ジャンルにエクスペリメンタルを加えたいつつの部門からなる。エクスペリメンタルはソロで競われるが、それ以外のダンススタイルは、すべてに ON にバトルという形式をとっている。2019年現在、カテゴリーエクスペリメンタルは行われていない。予選は、パリ市のバックアップを受け、パリ市庁舎内、決勝は1万5000人以上収容可能な。 フランス最大の屋内競技場であるベルシーで行われている。ベルシーはフランス国内でも著名なライブ会場でそこでイベントを開催できる団体は数が限られており日本でいう武道館のような場所である。2019年現在予選会場はオペラバスティーユで開催されている。20カ国からダンサーが集結し1万人以上の観客動員を誇る。 予選を含めば3万人から4万人の観客数を動員し、ダンサーが知人や友人を集客する日本型のイベントとは違いダンスに興味を持つ一般人の観客が多数を占める。これは他のイベントと大きく異なる部分である。また、日本国内においても2007年から予選がスタートし、勝ち抜いたチームは世界大会への出場権利を得られるほか主催者から 渡航サポートを受けるることができるジャッジについては世界共通審査員制をとっており各地予選を含めてその年のジュストドゥブ全てのバトルのジャッジは同じメンバーで行われているストリートダンスの大会の中で抜群のメディア影響力を持ち世界中のダンサーたちが結果に注視する大会となっているこの大会を経て メディア的に有名になったダンサーは数多く、代表的なダンサーで言えば、レストウィンズは、ビヨンセ、サラは、シルクドソレイユに引き抜かれるきっかけになった。日本人では、ダパンプの、ケンゾー、フィッシュボーイ等がいる。フランスの伝説的なダンスチームはイカンジに所属している、ブルース、ブルースというダンサーが、フランスのダンサー交流とダンスシーン活性化のために、 立ち上げたイベントである。2002年の開催当初はわずか500人程度の参加者であったが、ドイツ、ロンドン、パリの MTV 等で活躍するブルースに人望があったことと、世界中のトップダンサーがこのイベントを盛り上げようと、助けたおかげで、毎年開催するごとに膨れ上がり、2005年には、計上できただけで6000人オーバーという記録を打ち立てた。すでに2004年には、 決勝会場をクーベルタン競技場に移し、2008年度にはベルシーで開催されている。2015年度はベルシーの改装のためイベントは中止されている。この大会は世界共通審査員制をとっており、世界各地の予選は同じジャッジメンバーが判定を下す。2007年により日本予選が行われるようになった。その歴代優勝者を以下に示す。 ありがとうございます。